ユウサエリコです。高校生松下光平です。夜中に一人でラーメン食べに行って、ラーメン屋さんとかで女の人が一人でラーメン食べてたりすると、僕なんかちょっとドキッとするんですよ。32なんです。マジで、はい、あ、俺全然まだ本当に20代中盤ぐらいのイメージだった。あ、じゃあそのままで。25、6かと思ってましたって言われる時もあるし、どっからどう見ても33歳の年相応の男性なんだなっていう。なんじゃないですか。はい、ね、知りません、覚えてません。あの野郎と思いますよ。あの服を脱ぎ散らかしてベッドに行くっていう時も、そのままお風呂行ったりとかします。ただいまーって聞いた服バーン置いて、脱いだ崩したボーンと投げて、あーもう嫌でしょ。その後ろ僕こうやって、あ、私も好きです。とかあるんですか、男性のタイプ。あ、やっぱりでも食べ物が好きな人とか。あ、そうか、うん、やっぱそこの趣味が合わないと。そうなんです。やっぱりご飯って毎日一緒に過ごすものなので、合わなかったら寂しい。自宅で贅沢なご飯を食べたいなと思って。うわ、すごい奮発して。自分で作ったんですか。自分で作ってます。あ、すげえ、うまいであろうね。これは美味しかったですね。あ、そう。好きなタイプの女性はやっぱり聞きたい。例えばうわーってこうすごい元気ではつらつとしてる人もそばにいたらあったかいと思うし、うん、私もせっかちなんですけど。そう、だからすっごいのんびりしてるわけだよね。そうなんです。いや、もう自分より遅い人とか前に歩いてると、もう大きなあくびをこううわっとする女性が可愛いな。ありがとうございました。ありがとうございました。